ディマンド名食いだ。俺は8年間コメディ動画、いや、コメディ&挑戦動画を毎日アップロードし、そんな俺に今回はバイスが挑戦状を叩きつけてきやがった。ミスターメグイン TV のこのメグインがその挑戦から逃げるわけにはいかねえよな。いいかバイス、その挑戦がしょうもなかったらお前のことぶっ潰してやるからな。いました。可愛いと癖と辛いを一食単に用意しちゃいましたと。上等じゃねえか、食ってやるよ。ウーパールーパー、あ、メキシコでは昔から不老長寿をもたらすとして馴染みのある食材、コラーゲンたっぷり。いつの間にかこれは食べる時代になったんだね、すげえ。でこれがあれですよ、そのシュールストレーミング、シュールストレーミング、うん、飽きると同時に噴出するガスに失神する人がいる。失神かー。で中身が衣服につくとその匂いを完全に取り除くのは無理だから、これか。うんじゃないっすよ。つけろと、つけろってことだね。大丈夫、まだ大丈夫。テレビでも言ってたけど、ちゃんとこの缶がボコって、中で発酵してからボコってなる、いい具合にボコってなってる。そしてこれ、トリニーダースコーピオンモルガブレンド、これ知ってる？これハバネロの6倍以上の辛さ。くさ、もうこれがね、酔っちゃいけないオーラを出すんだよ。ここでもうすでにこの匂いじゃない、いやこれはまだ缶に入ってるから匂わない、でもこいつがもう来るんですよ。みんなわかんないかもしんないけど、空気中にこれの匂いが漂うってことはもうちょっと辛いんですよ。だってこれ俺 YouTube で見てて、食ったおじさんが、最後のお家でトイレを映すんだけど、そのトイレが血で真っ赤なんだよ。ちょっと震えてきたね。俺震えてきたわ。OK、じゃあ、辛さと臭さの未知の料理、考えていこう。結構これ繊細な生き物なんじゃないのか、ウーパールーパーって。おっと、左腕が取れました。あー、かわいい。お、外だ。あー、見てくれ俺の顔。この未知なるものに遭遇する時の不安と、それを通り越したエキサイティング感。シュールストレーミング、早速開けていくから。これね、もう これも無理っすよ。テレビで俺よく知ってるもん、めっちゃ飛ぶんでしょ、液体とかで。その液体が付着するとやばいんでしょ。いやー、めっちゃ楽しみ。俺この匂いをいつか嗅ぎたい、いつか嗅ぎたいって思ったけど、ついに今日を嗅げるね。ゲー、これもね、目に入ったらとんでもねえことになっちゃうからな。じゃあ早速ぶった切ってやるぜ。 OK、 3 2 1、ゴー！うわー、もうついた、もう、ブレー。あ、俺の右手が、うわうわー、もう、よし、こう行こう。だから外か。よし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 、このまま一気に行くぞ。よし、アクセ、あ、なんかでもちょっと俺の足の裏の匂いに似てる。ううあ、あ、くせ、やっぱくせ。OK。 あー、もう、あー、もう、おっしゃ、行きましょう。これがシュールストレーミングです。オープン。これが
これが俺の憧れた。なんかすっげえハエがたかってくんだけど、この匂いにつられて。とりあえず嗅ぐよ。うんこなのかもしれない。これダメのなんか、なんかすっげえ時間かかって、だすっごいハエが大好きになってる今。だからうんこなんですよ。ハエがたかるイコールめっちゃハエ来てる今。すげえなこれ。とりあえずウーパールーパーのシュールストレミングのせ、はい、1品目シュールストレミングのせ、2品目はシュールストレミングソースのせですね。はい、いきます。これはいいですね。これは美味しそうだ。おっくせ、おっくせ、あっくせ。これ爆発しないと大丈夫かな。おお、いきますよ。これはすごいっすよ。はい、わあ、突き抜ける臭さ。おっと、これはもうよれない。いい感じでこうペースト状にシュールストレミングソース添え、添えかける。あ、セサミにちょっと似てますね。ごまドレッシングのした感じです。辛みが足りないからですね。辛みの方をちょっと用意してみましょう。これを全部ソースにしたいと思う。こんなんソースにしたらとんでもねえことが起きるぞ。いきます。やべえぞ。とりあえず完成だ。さあバイスできたぞ。お前の女性受けよう。まずは普通のウーパールーパーからボイルだな、ボイルバージョンの方を食していきたいと思う。見た目ははっきり言ってグロい。でも味はもしかしたらうまいかもしれない。食ってみないと分かんないからな。じゃあとりあえず未知なるものを口に入れる。いただきます。分かったよ。コラーゲンたっぷりの理由が分かった。ほぼコラーゲンだ。ほぼコラーゲン。こう口に入れた瞬間に、ちょっと待ってくれ。こう手袋についてるトウモロコシじゃない、あの唐辛子が痛い。すでにもう唇が痛い。ちょっともう唇がちょっと痛いぞ。ウパルパは魚だ。コラーゲンたっぷりの魚。こういう認識でいきたいと。じゃあ次、シュールストレミングソースの、ウパルパ。さあ、この匂いと未知の遭遇にかなりエキサイトしてます。じゃあ、じゃあソースね、せっかくだからソースもちゃんとつけて、いただきます。酸味が、酸味っていうか、あの、あー、これ、なんですか。今まで匂い嗅いでたじゃないですか。それがね、反対側から来る。鼻の一番奥の方からその匂いが反対に漏れてきて、一番強い匂いを刺激するところすごく今刺激されてて、これがうまいのかまずいのかって言われたら、満ちすぎてまずいかうまいかわからない。これが俺の答えだ。吐き出せって言われたら吐き出すけど、飲み込めって言われたら飲み込めるレベル。現地人だったら多分これ普通に食ってるなって気はする。ちょっともうメガネを取らせてくれ。このメガネの意味がほとんどない。よし、バイスまだまだだな。じゃあこの本体、これパッと見うまそうね。ウパルーパにかぶしてあげて、もしかしたらスパイスを加えれば美味しく食えるかもしれないじゃないですか。これが今回のあれでしょ。だから要は未知なる体験でしょ。これにですよ、これにこのペースト状のトリニダスコーピオン、モルガブレンドをですね、ハエすげえなお前たち。ちょっと待って、まだ早いぞ。後でやるからちょっと待ってくれ。そう、ソース、まあソースにこう浸してですね、ソースに浸した上でちょっとこれを、食べてみたいと思う。
か、未知なる遭遇です。ウーパールーパーシュールストレミング、スコーピオン、いただきます。俺の負けだ。俺の負けだ。今日のところはちょっと許してくれ。あのあれだ、もうあれだ、もうちょっとこのクサさんに、クサさんに辛みが勝つんだよ。辛いは辛いほど辛いんですよ。とても今この業界は辛すぎて氷のこの気管熱とか使わねえと喋ってられない。ここまで自分が大きくないのは初めてだよ。バイス、お前なかなかやるな。次回に挑戦、まだ待ってるからな。顔はね、この黒目のやつらは可愛いんだけどね、この一番左がたん、おぉ、おぉ、誓約書。私は今日の収録に対して一切の苦情は申し上げません。すべて自己責任で行うことを誓います。バイス上等だよ、バイス。あーうんこだこれ、うんこですね